今回もまた面白いガチャガチャを見つけてきたので紹介しまーす。ティアラチャンネル。それがこちら。こちら真空パック風食品マスコットでーす。ということで開けていきます。カラフルガチャガチャ。あれがポークサラミ。あるよね、真空パックみたいな。食べれません。2つ目は4本入り。おー、これなんだかね、炙りチキン。あテリヤキチキンです。あ、そうだ、大好きなサラダチキン。美味しい。これもちもちだったらすごいよね。サラダチキンはダイエットにもいいね。厚切りベーコン。サラダチキン。お肉系しか出てこないんだけど。あ、全部か。サラダにベーコン。あ、好き。厚切りベーコン。おつまみにサラダにって書いてあります。え、詳しい。よいしょ。お、あと1枚。開け、ごま。ごまじゃないけど。お、うお。え、気持ちいい。ちょっと出します。ほら、本当のチキンです。ほら、え、めっちゃ気持ちいいですよ。うん、お、伸びる。硬いけど弾力がすごいですか。弾力。いきます。一緒やん。しっくり。お、リアル焼き加減じゃない。本当だよ。取れない。あ、取れた。ビリビリビリ、うん、繋がってますね。すごっ、曲がり感じも曲がり感じも。お、プニプニ。気持ちいいね。触ってないでしょ。他の3つも開けてみました。ポークサラミ、結構弾力があります。厚切りベーコン。ビーコンベーコンは繊維が硬い。リアル。横の断面もね、うんうん、食べたいですね。サラダチキンは、サラダチキン触ったことある？こうやってこうじゃなくて、さ、食べるときにこうやってなんか裂けたりするでしょ。その時とかに触る感覚です。本当ですよ、裂けれるんじゃないっていう感じ。嘘じゃありません、本当です。これさ、やばい、キッチンにあったら食べれそう。あ、食べそう。ということで今回は真空パック風食品マスコットを紹介しました。残念ながらスーパーには売ってません。